総竜徳義総竜徳義、1930年3月3日から2006年2月4日は、かつて、時津風部屋に所属していた大相撲力士である。身長185センチメートル、体重108キログラム。特異種は、右四つ、釣り、上手投げ。北海道室蘭市出身。最高位は、東前頭筆頭。父親は、富士製鉄に勤務する。 鉄鋼マンだった。自身も富士製鉄に勤務していたが双葉山に憧れ、4日かけて、当時時津風部屋が太平洋戦争中の疎開先として、福岡県が財布に設立した双葉山相撲連成道場まで訪ねて道部屋へ入門した。1947年6月場所にて、17歳で初土俵。新弟子時代は戦後であり、力士といえど食べ放題。 飲み放題ではなかったため、1956年の座談会では、今の弟子は恵まれていると、当時と比較している。1952年1月場所で重量に昇進し、この地位をわずかに場所で通過、同年9月場所で入幕を果たした。以後、主に幕内上位で、活躍、8頭身で、足が長く人夏濃い風貌で人気があり、185センチメートルという、 当時としては、長身の部類に入った体からなる深い懐を、生かして釣るか上、手投げを打つ、速攻の取り口を得意とした。だが、軽量の上腰高では気も甘く、攻められると弱かったため耐性できなかった。また、淡泊な性格も出世を阻んだと言える。1960年9月場所10日目から、同年、11月場所千秋楽まで21連敗を、 記録しており、これは、年の区場所制定着以降の関取連敗記録1位として残っている。11月場所で15戦全敗を喫した際には、師匠から諦めずによく頑張ったとロをねぎらわれた。1961年1月場所を最後に引退し、その後は、年寄り、音羽山から同、久米川を襲名して1995年3月に、 定年を迎えるまで時津風部屋付きの親方として、更新の指導に当たったほか、審判委員も長く務めた。温厚な常識人としても知られ、山田秀俊こと後の大関、北葉山は、同郷でもあった総理流を慕って時津風部屋へ、入門した。2006年2月4日、成居。75歳を打つ。ABCD ベースボールマガジン社、大相撲名門列伝シリーズ。 時津風部ぜや P26、ベースボールマガジン社、大相撲名門立伝シリーズ、時津風部ぜや P59AB、相撲2014年3月号92ページ、鏡里みさとは1947年から幕内力士であったが、戦後の大相撲力士はスーツで場所入りすることも多かった。そのようなこともあって、関取昇進後もしばらく鏡里は袴を持っていなかった。 ベースボールマガジン社、大相撲名門立電シリーズ、時津風部屋 P58 から59。ありがとうございます。